どうも皆さん、こんにちは。マークです。インサイド、続きをプレイしていきたいと思います。変なエレベーターから上がってきたところですね。はあ。何もない。お？これは？なんだ？積んだ？あ、待てる。抜いて。はあ、これ、あ、降りれた。あれ？この上には何もないってことか？ってなるとやっぱりあの上に何かあるんだろうか。まあまあ、こっち側にも同じものがあるから、これと合わせて これ上に乗せればいいの？どうするんだ？引っ張って、でここでもさらに引っ張る。こうか。なるほど。これで二重ジャンプで入る。いや、素晴らしい。てか、何なんだこれは。なんか生えてる。気持ち悪いなぁ。人、動いてるじゃん。この上の機械を、なんだ？扉、開かないな。右に何か、あるのか？いや、もう何人か動いてるんだよね。それがちょっと怖い。こっち何もない。この上なんか開きそうだよね。光が。あ、開くね。引っ張って。あ、なんか落ちたよ。これ拾うの？あ、拾えない。ということは反対側にも同じものがあるから、こいつを引っ張れば、何かが起きるのか。何かが起きた。開いた。これ中に入ればいいのかな？お、出たぞ。ここはどこだ？天井の水面から。天井の水面っていうのもちょっとおかしいけどね。上に上がってきたけど、はしご、扉があるね。左なんかあるでしょ、これ。あ、捕まってる人たちと。何かある？何もないぞ。あ、この箱持っていけるっていうことは、絶対に右で何か使う場面があるということ。ちょ。いや、これ、親子連れ？どういうことこれ。あ、リフトで持っていかれる。おお。あ、一人ひざまずいたよ。これどういうこと？いや、捕まってる人たちもそうだけど、あれ絶対に親子連れだよね。何の研究？あ、閉まる。よし、今のうちに。これどういうこと？ここでは一体何をしているんだろうか。お？研究室？なんか奥でパソコンいじってる人いるけど。このレバーは？お！天井の水中？天井の水が上がったり下がったり。で、下まで行くと、おい！
扉が、あ、上の持ってきたやつが水中の中に入ったぞ。これはまさか、ここまで下げると扉が閉まるのか。これは水中を泳いでいく感じかな。いや、ちょっと待てよ。とりあえず水中に入らないといけないから、これぐらいまで下げればいいのか。下げて、あの箱を水中で動かせる？ああ、いけますね。で、この辺に置いて、で、水中を完全に、水を完全に上に上げて、箱を落とす。うん。で、ギリギリのところまで、これでも届くか。なるほど、そういうことか、この箱は。登って、ジャンプ。ちょっと変な絵だけどね。天井にある水を泳ぐ少年。よいしょ。ほんとどうなってんだろうね、これ。重力が逆になってるのか。また水か。これは登って、いや、登れないぞ。っていうことは下か。潜って、うわ、また人が吊るされてる。吊るされてるっていうのかな。なんか、お、普通に動いてる人がいる。あ、これさっきの場所と同じ感じなのか。これ多分下まで行くと水中、水から上がっちゃうんだよね。いや、絶対そうでしょ。奴らが消えて、消えたね。んで、このボタンを、あれ？あー、これ降りてくると同時に押す感じだと思ったんだけど、思いっきり普通にミスったね。うん。右に何かあるかな？ここもだね。水が天井にあるぞ。階段降りて、上にスイッチがある。これ一人で開ける感じ？いや、開けれないな。開けれないぞ。ほう。どこかに台が、箱なるものが落ちているのか？でももうないよね。どっかに何かが、まさか積んだ？ああ、上がった。普通に上がったよ。おお、おお、人たちが落ちてきた。しかも動いてるし。おお、来い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 。おお、潰される。満員電車かよ、これ。あ、この人たちあれか。コントローラーか？なんか頭にカポッてして動かせる人たちと同じ感じのやつか。怖えな。腕ない人もいるし、頭ない人もいるし。なるほどね。この人たちを使って、胴上げジャンプして、あのスイッチを押すわけか。素晴らしい。さあ、私に力を貸してくれ。ジャンピング。あれ？全然届かない。違うか。あ、天井の水中、水の中に入って押す感じかな、これは。となると、さっきのレバーをまた元に戻すと、てか、ちぎれてる手とかが動いてるんだけど。
そんな無理についてこなくてもいいよ。ここを胴上げジャンプで、またレバーを戻すと。んで、低くなるから、この階段上がったところだね。ここで、力を貸してくれ。おう、ごめん。胴上げジャンプ。なるほどね。これで、スイッチを、あ、ちゃんとついてきてる。素晴らしい。で、泳いで、あのスイッチを押すわけか。よいしょ、よいしょと。これ、途中です。水がなくなるから。よし、オッケー。ありがとう。君たちがいなければ死んでいた。あ、まだいる。みんな集まれ。仕事なんかしてる場合じゃねえ。こっちだ、こっちだ。そんなもん放り投げて、こっちへ来るんだ。働いたら負けだ。おお、これは死ぬね。これは胴上げジャンプで乗り越える。あ、落ちていく、落ちていく。あは。おお、大丈夫かよ。え？え、終わり？あの人たちは、一体。おお、すげえ。広いな。これは、あ、奥に一人、走ってる人がいるぞ。普通の人なのか、操られている方の人なのか、ちょっとわかんないけど、一人入って、もう一人入る。逃げてるのか、これは。何かが逃げ出したとか？わからんな。でも、っていうことはこれ降りるしかないってこと？大丈夫？おーおお、あ、みんないたのか。なるほどね。よっ。ダクトみたいなところを入って降りて、よいしょ。ああ、一人で無理なパターンか。エレベーターか。あ、上にいる。上にみんないるぞ。あれ。上にいるけど、ちゃんとついてきてくれるんだね。これは？おーおーおー、バタバタ。もう人形みたいだな。これでみんな降りてきたわけだ。っていうことは、さっきそっちに紐みたいな垂れ下がってたよね。これを力を貸してくれ。おお、見えないけど登ってる。登ってますよ、これ。上まで登っ、あ、開いた。で、降りると、あれ、これさっきの人たちがいたところだよね。ついてきてる人たちが。おおお、ん？あれ、何もない。おお、危ねえ。上には何もないっていうことは、あ、このまま一緒にみんなで降りるのか。で、降りて、あ、ま、違う。降りて、あの扉をみんなで開けるのか。怖いな。さあ、どいてくれ。さあ、ここで扉を開ける。力を貸してくれ、みんな。よいしょー、扉が開いた。おお、降りる。あ、これさっき見てた場所だね。広い。みんなついてこい。ここから逃げるんだ。この高さは飛べないよね。っていうことは、よいしょ。さあ、先へ進む。
あの人たちは軽く噛みましたね。あの人たちはここでお別れ。ここはまたなんか研究施設的な。おーおお、タバコの火はちゃんと消さないと火事になりますよ。レバーを上げる。あ、受話器ベローンってなってるけど戻せないか。奥にも人がいるんだよね。走ってる、走る方向的にはてか向かって血ついてるけど、これしかもなんかカメラで撮影してる。何の研究してんだよ。人がいて、おお、おいおそんな椅子に突っ込まなくてももうちょっと通りようがあったでしょう。あれ、みんないる。研究、おっとっとっと、あ、危ねえな、乗り捨てたぞ。これ何見てんだ。すげえ人集まってきてるけど何も見えないな。これ以上はいけない。ということは、あの後ろの車を乗り回したいんだけどいけないから、これさっき動かせたから、これで、おぼぼぼぼぼ、おどど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 ど、なんか落ちた。この上に登るか、はしご、よじ登る。あの人たち一体何見てるんだ。なんかある。ああ、こっちか。上に登ってそっちか。登る登る。で、上に上がったぞ。で、これを、うわ、開ける。ここ、おぉ。奥でもなんかやってるな。その中には一体何があるんだ。ここの扉を開けて、おお、音に反応した。これはここのはしごにジャンピング、よし、降りるよ。で、扉があるから、あ、これ開かないよね。こっちだね。はい。んで、これは、よいしょ。これは、おお、動かせる。下、あ、これじゃは、上か。これ何か修理するときに使うやつかな？あれ？これ以上上いけないぞ。上か？あ、でもこれ以上上いけないもんね。ああ、そこまでいけるんだ。そこにはしごがあるから、登ってジャンピング、怖えな。で、どんどん下に降りていく。よいしょ、落ちるなよ。あ、水がある。これ中に入ってよっ。どう、なんかこれ下回ってる、スクリューしてますね。あ、これ外せるね。これを外すことによって上のやつが、開きそうだね。あ、開いた。あー、下のファンみたいなやつが回ってる限りは下には行けないのか。じゃあこの上に何かスイッチらしきもの、レバーか。こいつを上げることによって
オッケー、下に降りて、これを開けれるわけか。あー、扉が。なるほどね。この中に入ると、あり？そういうパターンか。そう、来るなら、これな、こうかな？お、すぐに下に、あ、これ、これで、掴んだら、OK！ 素晴らしい。これであとは手を離せば、そのまま吸い込まれる。おお、あ、ダメダメ。服を返し、いけない。これはいけない。これはいけない。服を返して、そんな趣味ありません。そんな趣味ありませんよ。ごめんなさいね。これは、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。右になんか、待て、とりあえず先に、みんな、そんなに見ないでおくれ。うん、これは引っ張っても引っ張れないと。そんなじっくり見られたら、そんなじっくり見られたらいけないよ。てか、これ何？なんか人がいっぱい入ってるというか、これ変な球体に吸収されてんの？これ。これ近づいたら何もしてこないね。あ、これを抜い、おお、おごお、手出たぞ今。完全に。よいしょ。ああ、ああ、あかん、だ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 、いや、完全に引き込もうとしてるじゃん、これ。抜いてやるから。抜いてやるからよ。うわ、おお、おお、おお。飲み込まれた。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。主人公飲み込まれた。何この球体。今、球体動かしてるんだけど。気持ち悪い。これ、え？これで引っ張ったら？割れる。よー！おー！出れた。いや、出れたけど。出れたけど、なんでこんな化け物になってんの？おお、容赦ねえ。なんでこんな化け物の中に飲み込まれたんだよ。頑丈だな。すげえ、ちゃんと走ってる。ああ、ああ、ああ、転がってる、転がってる。ああ、しまった。これ引っ張ったら、怖えな、これ。追いかけられてる人間側からしたらもう絶望でしかないんで。ぬーという、走れ走れ。おお、転がる転がる。おー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 、巻き込まれた。すまない。これ走っていけば。てか、なんで主人公これ飲み込まれたの？あれ、届かない。え、まさか、まさか手伝ってくれるのこれ。よいしょ。あ、登った。何なんだこれ、この集合体は。あー、重すぎて落ちた。あー、ダメダメ。あ、まだ落ちるの。おお、え、この博物館みたいなところに落ちたけど。よいしょー。どう、何がどうなってるんだこれ。あ、掴めるのこれ。よいしょ。おお、え、これも持っていけるの？いや、あれ？いや、これ持っていけるよ。すげえな、持ち上げてるぞ。わはは、すげえすげえ。お、投げれる。やっぱりでかいから
持ち上げれるんだね。よいしょ。いやいやいや、違うでしょ。ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。こっちに行って、んで押すんじゃないの。そうそうそう、んで登ると。オッケーオッケー、このまま突っ走る。おお、人がいる。待って、ちょっとずつなんか人が出てきてるんだけど、こっちじゃないか、こっちか。走れ走れ。椅子を吹き飛ばす。これはなんだ。おお、お前がお偉いさんか。うおー、走る。よく、いや、わからんが、おお、一緒にして。うぅ、こっぱみじん、えぐいな。これ中に入って、あ、木を運べる。足が落ちてる。これは上に上げて、よいしょ、立てて上に持ち上げる。あー、落ちる。この辺で上げればいいのかな。よいしょ、 OK。 走る。おお、ワンコーが、ワンコーが、おら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 、近づくんじゃない。やべえ、あー、もうこれ踏んでないとダメなパターンか。登れ。よし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 、人が追いかけてきてはいるんだけど、おー、でも結構痛がってるんだよね。開かない。これはしご登るの？登れないよね。あ、でも人が、あ、なるほど、開けてもらうの？ OK、 ありがとよ。突撃。お、これなんだ？自分が逃げるために開けたんじゃないのか。いて、これは、この木箱を上に放り投げる。あれ違うな、こっちか。上に何かあるぞ。よいしょ。おお、開いた開いた。お、水がある。これは、おお、あ、焦げた。あ、焼却炉みたいなやつがあるぞ。おお、無理やりだな。これ中入ってダメでしょ。あ、ちゃ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 、自分で蓋しちゃダメでしょ。これ木箱燃やすの？燃やしたらダメでしょ。よ、燃えた。おお、ちょ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 、あー、ちょ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 、あ、消えた。これ消えちゃダメでしょ。これそういうこと？あの上にこの燃えた木箱を放り投げてっていう感じ？よいしょ、素晴らしい、キャッチ。そしてもう一丁、あれを間違えた真っ正面に投げちゃった。ダメだダメだ、もう一度だ。上の人たちがすげえなんか逃げるというよりなんかすごい興味津々というか、すげえ見てんだよね。見せもんじゃねえぞ。俺だって好きでこんなことしてるんじゃない。そして次でこんな化け物と一緒になったんじゃないんだ。よーし、オッケーオッケーオッケー。で、
で、こういう燃えてる状態で、さっきの場所に入れればいいのかな。なんか炎のマークがあったけど、おばばばば、熱い、投げる、投げて、んーで、炎のマークがあるから、これ、あー、間違えた、間違えた。掴んで、もうすげー見てんだけどね、人が。よいしょ。ファイヤー。これで扉が開くから、いてててててて。なんだろうな、これ。なんか最初の方は、ちょっと誘導されてる感じもしなくもないけどね。で、届かない。お？これどうすればいいんだ？届かない。上の人たちは何をしてくれるんだ？何もできない。こっちじゃないのか。こっちに何かある？あ、この引っ張るの？こいつを引っ張って上によじ登るってわけか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。黄色い線があるからこの辺で止めればいいの？登って、んでこれに上がるか、掴むか。んで、そっちに投げるの？違う。いやいやいや、ちょっと待てよ。よいしょ、届かない。よいしょ、掴んで、これ以上登ることはできないんだよね。よいしょ、助走をつける。あ、そういうことね。ダダダダダッと、次で届く。はっ、ほい、あれー、お、開いた。なるほど、これで。でも上の人も結構タイミングよくなんか話してくれたよね。あばばば、完全に壁につけないとダメか。いて、なんなんだ。よいしょ、登る。で、人がいるぞ。これは投げるんでしょう、上に。よっ、届かない。ほっ、ああ届かない。そっちの人に渡せばいいの？ほい。なんかすごい誘導的なんだよね。なんか敵として見てないよね、完全に。ほら、なんか横線みたいな。んで、レバー引いて、わざわざ落としてくれるし。ほい。で、これで行けってことでしょ？お！なにこの人、すっげえいるんだけど。え？これどういうこと？なんかすっげえ人いるし、なんかすごい見せ物みたいに。届かない、届かない。ああ、え、うっそん、ちょっと待って、ちょっと待って、閉めるの？いや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 、え、これ下に行けばいいの？何もできない。あ、開くぞ。よいしょ。こっちを開けて、
逃げ道。ふわっはっは。お前らの思うようにはさせねえぜ。泳いで、上かな？あ、どこだ？下か？ああ、何かあるね。こっち？ああ、お、何かある。これさっき出てきた場所だよね。あ、だよね。はあ、どこだ？上か？真上？真上に上がればいいのかな？でも光が差し込んでる方向に、あ、普通にあったわ。普通に上に上がって、よいしょ。泳いで、泳いで。で、登る。走って、うん、人は誰もいないね。ただ止めようともしていないんだよね。お、じゃあ、そう、あれでででででで。ん？これは、引っ張ったら、あれ？もう一回転がるの？これまさか。こっから走るー。よいしょ。はい。じゃあ、その付けて飛び上がる。おー、外に出れた。転がる、転がる。おー、すげえ崖の上にあるんだね。おー、転がる、転がる。あー、止まった。あれ？動かさない。あれ？え？嘘でしょ？まさか。おお。終わりましたね。これどういうことだ？全くわかんないな。わあ、これはちょっと難しいな。どういう内容なんだこれは。でもその研究員みたいな人は結構あれだよね、そのなんか敵として見てないというか、むしろ協力的だったよね。普通こんな化け物出てきたらね、もう排除するか何かするはずなんだけど、一切そういう素振りも見せなかったから。研究してたとか。いやー、でもどうなんだろうな。いやー、全然わかんない。いやー、リンボーといい、ちょっと謎だらけの物語ゲームですね。で、中に取り込まれた少年は実際どうなったんだ？あ、終わりましたね。最初に戻った感じですか？そうですね、戻りましたね。
はい。というわけで、インサイド、無事クリアいたしました。いやー、なかなか楽しかったですね。気になる方はぜひプレイしてみてください。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。さよなら。